最悪の波を乗り越えた俺はその報酬でラフタリアの故郷ルロロナ村を領地とした。復興は進み新たな仲間も増え順調にことが運んでいる。次の波でもこの世界で出会った人々絶対にと気をつけろよ。はい漁師様行こう。ほれこう溝落ちのあたりに気をためるんじゃ。こうですか。そうじゃやはりお主は見込みがある。変幻無双流免許改伝の日も近いぞ。そうなんですか。ちゅー俺その気っていうのがよくわかんないんだよな。あ、盾の兄ちゃん。おお、聖人様頑張ってるようだなキル。当たり前だ。ババあんまりリーシアを甘やかすな。えこいつはレベルの割に基礎ステータスはやたら低い。ひゃひゃまあそうなんじゃが。着ぐるみの効果は確かにバカにできないがそれに頼ってばかりなのもな。わかってるんですがこれを着てると落ち込んでても気づかれないから頑張れるというか。じゃがこの娘が気を練るのに長けているのは本当ですぞ。何故そちらを伸ばしてこなんだか。ババアのなんとか無双流って流派の概念があんまりこっちの世界の連中にはないみたいだからな。なあ師匠俺も波でみんなと一緒に戦えるから。無理じゃな。え次の波まで一週間もない。まだまだ弱っちいお主を一人前にするにはちっと時間が足りんの。くそじゃあ次の波それまでにもっとみっちり特訓してくれよ。その勢いよし。じゃが剣術ならわしだけじゃなく。あなんじゃあれは。行くぞ。おお。あ待ってくれ俺も。わしの出番はないようじゃの。みたいだな。なんだこいつら。スカイマン次元の魔物の一種でしょうか。いや波の黒煙まではまだ。どうしました。止まってる。何それにこの青い数字は。一体何があったというのじゃ。わからない。リシアさんがいたパーティー。うん。ふん。死生勇者の皆様、急なお呼び立てに応じてくださり感謝いたします。今回来ていただいたのは他でもありません。コウモリ型の魔物の剣か。ああ、気色悪いあれな。皆さんも遭遇していましたか。何か知ってるのか。初めて見る類のものでした。
波から出てきた次元の魔物って感じでもなかったな。ああ、そのことなんだが、波のカウントダウンが止まって。やはり事実のようですね。どういうことだ。報告によると、伝説の魔物レイキがその名を冠する王国レイキ国において復活したそうです。レイキ、数百年に一度世界に未曾有の災害をもたらすと言われています。勇者様方が遭遇した魔物も霊気復活の影響によるものかと。未曾有の災害、まるで波じゃないか。すまないが急用を思い出した。俺もだ。同じく、僕たちは忙しいんです。おい、俺たちは波に対処する。ただそれだけのために異世界に召喚されたんだ。他のことに構っている暇はない。そうだろ、直文。レン様、行くぞ。元康様、ママに私が王女に戻れるようお願いしていただけました。ごめん、ま、ああ、忘れ、それどころじゃなくなったんだ。行こう。元康様。ち、役立たずが。あ、元気そうですね。あの、樹月さん、ご両親とはちゃんと連絡を取り合ってるんですか？はい、お手紙を出してます。そうですか。私は樹月様と世直しの旅を。あなたには無理です。どれだけ直文さんに鍛えてもらおうと無駄なんです。あっ、樹月様。樹月様がなぜお前をパーティーから追放したと思う？危険な戦場から遠ざけるためだとでも？違うな、お前が弱くてグズでのろまな役立たずだからだ。マルドさん、もういいです。リシアお姉ちゃん、大丈夫？よかったのか、俺とあいつらにその霊気ってやつの討伐を依頼するために呼んだんだろう。あの様子を見るに、おそらく私がお願いするまでもないようです。だろうな、ゲームで似たようなイベントでもあったんだろう。え？いや、気にするな。それで岩谷様はこの依頼受けてくださるのでしょうか？姿勢勇者の本業をおろそかにしてもいいならな。国土の広い霊気国ではありますが、すでにいくつもの関所自治領を破壊し、かなりの死傷者を出しながらその王都に迫りつつあると。かの国は遥か東方に位置する国ですが、ここメルロマルクに到達するのも時間の問題でしょう。そうなれば盾の勇者様の領地に被害が出ることも予想されます。相変わらずの食わせ者だ。メルティはよくやっていますか？ああ、俺の領地のお目付け役だからな。あの場所をアジンと人との架け橋にするんだって息巻いてた矢先にこの騒動だ。ここは私に任せて、母上によろしくって送り出されたよ。岩谷様と共に旅をしたことは、あの子にとって本当にいい経験になったようですね。そうだな、あいつの思いのためにも領地のためにも、とりあえず霊気の討伐には行ってやる。まことですか？盾の勇者様、あなたという人は本当に。波のカウントダウンが止まっている今ならこっちに注力しても良さそうだからな。そちらも気になるところですね。おいおい調べてみるさ。で、討伐は俺たちだけで行けばいいのか？それに関してお話ししておきましょうか。そうか、
アンちゃんたちも霊気退治に行くんだな。耳が早いな。どこから聞きつけてくるんだか。国中その話題で持ちきりだぜ。メルロマルクも騎士団を派遣させて他国と連合を組むって話もあるしな。ああ、俺たち姿勢勇者はその先兵として威力偵察を仰せつかったよ。相変わらずうちの女王様は血の気が多いね。まったくだ。リシアさん、これとかどうですか？私は剣とかよりは魔法って感じなんでしょうけど、どうせ何やってもダメダメですし。ですが、リシアお姉ちゃんダメダメなの？はい、ダメダメです。武器を持てるだけマシだろ。あ、すみません。おいおい、なんか神器くせえな。あ、ティシアさん。え、はい、私にいい考えがあります。あのラフタリアさん、ここは大丈夫です。怖くないですよ。おや、あなたは盾の勇者様の。リシアさん、ちょっと奴隷になってみませんか？え、奴隷？ナオフミ様の奴隷になれば、盾の勇者様の加護で今より格段に能力が向上しやすくなると思います。でも。そしたら弓の勇者様の従者たちなんかよりすぐに強くなれますよ。さ、それを脱いで胸を出してください。ラフタリア。はい。俺はもう誰かを強制的に奴隷にするつもりはない。あ、すみません。リシアさんも私のようになれると思ったらつい。自分の意思なら別だが、好き好んでやりたがるのはラフタリアぐらいだぞ。そうですね。そこは揺るがないのか。え、あ、いや、いい。何ですか？それでご用向きは何なのでしょう？ああ、すまん。特に用は。してください。私も、ナオフミさんの、盾の勇者様の奴隷にしてください。それでは。リシアさん、お姉ちゃん。はい、これであなたは盾の勇者様の奴隷となりました。まったく、普段はおどおどしてるのに、こういうところは思い切りがいいんだな。そこまでしてイツキに認めてもらいたいのか？はい、だからナオフミさんに鍛えてもらってるんです。そうか、ならもう何も言わない。望み通りとことんやってやる。そのふえふえ言うのもやめろ。じゃなかった。 はい、改めてよろしくお願いします。よし、戻って旅支度だ。明日の朝一番で霊気国へ出発する。はい。ヒーローお腹すいた。
直文様、先ほどの方々は霊帰国から逃げてきたんだろう。逃げなくてはいけない状況ってことですよね。そうかもしれないな。え、ご主人様？うん、いるよ。今ね、ずっと東のね、霊帰国に向かってるの。わかった、聞いてみる。ご主人様、一人屋がね、霊気のところへ行くつもりなのか。だって。お、一人屋？フィーラ、一人屋さんと話してるの？うん、なんかね、聞こえる。そのアホ毛はアンテナか何かなのか。そう、ならば盾の勇者に伝えて。それは前に話した選択だって。姿勢が未だに仲良くできないのなら、霊気をどうにかしたらいいって。選択、世界に犠牲を強いるとかってやつのことか。それが霊気とどう関係ある？知らないって、自分で考えてだって。怒ってるなあいつ。どういうことですか？あのね、ご主人様と槍の人たちが仲良くしないとね。フィトリア、フィロリアルの女王に殺される。え、それは五月様もということですか？とりあえず霊帰国まで行くしかないか。だが、すでに王都は霊気に襲われてるってよ。マジかよ。じゃあすぐこっちにも来るな。でもよ、亀を討伐するのに何カ国も手を組んだって言うじゃないか。姿勢の勇者たちまで駆り出されたって話したぜ。それだよ、姿勢勇者。勇んで霊気に挑んでいって、4人中3人は落ちんだらしいぜ。本当か？つうかよ、それじゃあそもそもの波をどうすんだって話だよな。たく、勇者どもも召喚した奴らもバカばっかで参っちまうよな。ひつき様！おい！リーシアさん！おい、ヒーロー。はーい。待て！当てもなく飛び出したってどうしようもないだろう。落ち着け、リーシア。フィーロー、今フィトリアと話せるか？うん、喋れるよ。あいつにわかるか知らんが、今召喚されている姿勢勇者の中で誰か一人でも死んだか聞いてみてくれ。死んでないって。だそうだ。ひとまずは安心しろ。リーシアさん、姿勢勇者に欠員が出たら俺も困る。まずは聞き込みでもして、奴らの足取りを。ナオミ様、向こうにも。なんだあいつら。関所の方に。ラスタリアとヒーローは俺に続け。リーシャは住人を待ちに。はい、シールドフェルズ。スパイラルストライク。皆さん早くこちらへ。街の中はまだ安全です。行け。フィーロー、あっちに魔法を。逃げ遅れた人たちを、ここは俺が。はい、はい。ヘイトリアクション。来い、トルネイドシールド。やりましたね。よし、ほとんど片付いたか。
まずい、さっきの火じゃないぞ。ラースシールド。すまない、このくらい大丈夫だ。強がり言わないでください。バレてるか。失礼ですが、盾の勇者様とお見受けいたします。ああ、そうだが。やはりお願いです、どうか私を殺してください。Never gonna stop, destroy the thousand witness.